新年明けましておめでとうございます。昨年は本当に素晴らしい1年を送らさせていただいたんで、今年、2018年も同じような年が送れるように、また素晴らしいシーズンにできるように頑張りたいというふうに思っております。ソフトバンクホークス監督の工藤公康です。明けましておめでとうございます。東治です。文化放送スポーツスペシャル新春ビッグ対談、福岡ソフトバンクホークス工藤公康監督に、工藤監督を現役時代から大変よく知る東治さんとともにお話を伺ってまいります。東治さん、工藤監督とは、そうですね、文化放送の解説を工藤さんに務めていただいたときによくダブル解説という形で並んで放送はしていただきましたけど、はい、今日は対談ということで、はい、ビッグ対談ということで、はい、一緒にやったことあったっけ。いや、ダブル解説は何度もっっありますよ。はい、あります、はい。1900何年なの、はい、2000年です。1900年は、はい、工藤監督現役でやったので、はい、2010年過ぎてからですけどもね。そうですね、はい、はい。まあ、今日は対談対面という形でのお話になりますけれども、はい、うん、はい、工藤監督としても、うん、1982年に工藤公康投手入団から東治さんとはお付き合いになりますので、はい、もう36年目。ああ、そうですね、はい、まあ、入団した当時は話はできなかったですよ。喋るともう僕の2つ3つぐらい上の先輩に、はい、何を馴々しく喋ってるんだと、はい、お前らが喋れるような、はい、選手じゃないと、はい、はいといいえしか言うなと言われてた時代なので。そうですか。はい、はい、だから全然喋れませんでした。もう常に東野さんは150勝以上の勝ち星を積み重ね、はい、まあ、大エースとして、ね、初優勝の時ですよ。そうですね、そうです、はい、でその当時の君安が、はい、一軍に何試合ぐらいいたか分かんなかった。いたんですよね。ずっといました。ずっといたの。はい、開幕から。はい。あ、そうなの。いや、それね。36年前のことですからね。まあ、記憶にないですよね。いや、ありますよ。まあ、僕みたいな、いや、持ってる男だなっていう。あ、なるほど。中1で。1年目で。日本シリーズで。はい。ルーキーで。はい。ついてるなと思って。もう地元の名古屋で。そうですね。地元の名古屋でブーイング、大ブーイングですよね。まあ、まあ、一種凱旋登板のような形で、はい、ライオンズのピッチャーとして。うん、そうですね。はい。もうその頃の工藤公康投手は、どのような。いや、まだ本当に、まだ1年目ですし、まあ、カーブだけがいいっていうのはものすごいイメージありますね。あ、そうですか。うん。だから天井から落ちてくるようなカーブっていうか。カーブだけですね。いや、まっすぐっていうのはまだ分かんないしね。本当のその、ボールのキレっていうのは、ちょっとまだ分かんなかったですね、はい。そこから積み重ねた勝利が224勝という。まあ、224勝で、はい、東野さんに追いつかなかったですけどね。221勝ということで。はい、いや、長くやったよね、現役。はい。すさ、29年。29年もやってるにも関わらず抜かせなかったというですね。抜かせないというか、いやいやいや、はい、僕はちょうど20年なんです。はい、にもかかわらず抜かせないっていうですね。はい。やっぱすごいなっていう、こう、投げてるイニングも。はい。はい。だから東条さんはだからあれですよね。200勝よりも先に200敗してるんですよね。200してるんですけど。インサイドへ200敗。でも、先に。やっぱそれだけ投げれるっていうのね。負けたのも勲章。そうですね。僕は負けてばっかり。で、どうしたら勝てるかってこう、一生懸命こう、まあ探っていって。はい。で、工藤公康っていうピッチャーは、いきなり優勝チーム、日本一のチームから入って、はい、勝つところからスタートしてますからね。もう本当に、うん、おんぶに抱っこっていうわけじゃないですけど、いやいやいや、ひたすら、はい、先輩たちがやってるのを見て、はい、プロってこういう世界なんだっていうですね。はい、まあでも僕の中には、なんで一軍にいるんだろうっていう不思議なところもあったんですよ。はい、自分の力がやっぱりあるとは思ってなかったので、はい、当時の監督でもあり、広岡さんに、行けって言われて投げ、うん、はい、投げててもなぜここにいんだろうっていう、うんうん、自分あんまり大して必要じゃないのになっていうのはすごく感じてましたね。そうですか。だからそこからこう積み重ねた工藤監督の日本一の経験の数が13度目に、うんうん、昨年の2017年で、まあ、現役で11回、そして監督として日本一を2度目ということで監督です。それは立派ですよね、はい、13度。私は2打数0安打ですからね。監督としては。日本シリーズは。2打数で。そういう意味で。そういう。2打数0安打って表現。渡辺久信がまた偉そうに言うのよ、あれ。勝ってますからね。渡辺監督は日本一経験されてますからね。そうなんです。東尾監督もでもリーグ連覇されてますからね。はい。いや、まあそこら辺はもうスルーして、次行った方がいいと思いますし。はい。ただまあそういった日本シリーズを数多く経験されているお二人に、改めまして、2017年の日本シリーズを振り返っていただきたいと思うんですけれども、まずは、まあ、2017年日本一おめでとうございます。ありがとうございます。はい。東野さん、こう、歴史に残るソフトバンク対 DeNA の日本シリーズになりましたね。まあ、大型の予想っていうか、はい、もう少し楽に勝てたろうっていう予想が多かった中で、ちょっとこう、監督も工藤公康も、焦ったっていうところ見えたんで楽しかったですよね。はい。非常にこう盛り上がったんで、
やっぱり人の苦労を見る、苦しみを見るっていうのは、これこそ本当にこう、はい、ファンの醍醐味っていうか、ちょっと、ま、苦しみを見るのがファンの醍醐味ですか？そりゃそうよ。おととしの悔しさがあるから、はい、僕は個人的に、工藤公康の苦しむ顔を見たかった。はい。まあ、あの、ソフトバンクがサヨナラで、日本一を決めた、はい、第6戦で、あの、王会長が、うん、まあ、こんなに胸が熱くなったのは久しぶりだ。ここまで興奮したことはなかった。うん、選手が涙を流すくらいに喜んでくれたし、私も思わずもらい泣きしましたと。うん、まあ、あの、それは、やっぱり、おととし、一緒できなかったっていう、はい、ところも、王会長、何のやっぱりこう悔しさっていうかね、はい、っていうのもあったと思いますし、まあ僕らはその期待に応えられなかったっていう悔しさと、11.5 ゲーム差をひっくり返されたっていうね、まあ屈辱っていうか、2016年の、はい、やっぱそういうのもあったので、すごいこう選手たちにも悔しい、なんとかしたいと、見返したいっていうかね、そういう思いはあったというふうに思いますんで、はい、でやっぱりシーズン戦っていく中でも、すごいそういうのは見れましたし、はい、これはもうクライマックス連敗からね、始まってっていうのもありましたし、はい、日本シリーズも本当にあの3連勝して、絶対僕はすんなり行くとは思ってなかったんですけど、でも、まあ、周りは思ってたよ、それは。でもあそこまで苦労するかなっていうのも、はい、正直思わなかったんですけど、はい、まあでも本当あの DeNA さんは、はい、やればやるほど強くなってきた。はい、なかなかやっぱりそういうチームってないですよね。若い人たちの勢いというかね、はい、全然こう尻込みすることなく向かって来られた時っていうのは、はい、もう本当あのドキドキしました。あ、そうですか。はい、それ一つ思い出すのは、はい、我々も西武の現役の時にカープに3連敗してるんですよ。そうですね、引き分け挟んで3連敗して。その時は勝てるっていうかあんまり思ってなかったもんね。なるほど。一戦目の引き分けで。9回2アウトからホームラン打たれた人は誰でしょうって、ね。はい、もう1個アウト取れば、はい、あの、はい、勝ちだったのに。はい、いや、そういう話よりも3連敗したらどうぞ。この次の一つを勝つのが日本シリーズ大変難しいという。大変難しい。4戦前調整ですから、はい。ほぼ諦めしたよね。いや、諦めたっていうよりも、知ってます？広島の。もう素直に負けて、はい、残念会をみんなでやろうって話してたんですか。まあ3連敗ですからね、王手をかけられてるわけですからね。はい。でも、君安は 3連敗して4連勝したから、そういう怖さも、そうですね。胸に気持ちになったかなってはあったのよ。はい。はい、あの、第一戦が10対1でソフトバンクの勝利で、まあ、千賀投手の回答もあり、はい、一挙に7点を取ったイニングもありと、うん、本当にこう、ソフトバンクは素晴らしいスタートで、はい、2戦目、3戦目も今度は1点差でソフトバンクが勝って、ね、いわゆるホークスの形で。そうですよ。余計。ちょっとこう盛り上がんないかなと思ったんだけど。はい。そうですね。第4戦から後がなくなった DeNA の巻き返しが始まり、はい、うん、浜口投手が、はい、はい、ホークスの打線に立ちはだかるように、8回ワンアウトまでノーヒットピッチングと。ノーヒットピッチング。いやー。同じサウスポーピッチャーというところもありますけれども。やっぱりこう、もうどんどん向かっていって、思い切って懸念にもなく投げてくる。はい、まあ、あれはやっぱりちょっと、これこのままいっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うぐらい。うん、はい。はい。ノーヒットノーランされるぐらいの。はい。はい、あれで、すごいこう、あれっていう。だから崩されちゃうと、元に戻らないのが日本シリーズなので。あ、そうなんですか。はい。だからやっぱり4戦目の浜口くんのピッチングっていうのが、苦労するぞっていうのを、もうなんかそのまま。暗示させるような。なんか予感、はい、させるようなピッチングでしたね。あ、そうですか。はい、やはりその短期決戦戻すっていうのは難しい。どうしても3連勝すると、口には出さないけど、気持ちの中では。もう一つで終わるっていう。こう、ほっとして終わる。で、こう、追い詰められたら今度、あれでっておかしいなっていう、それはわかりますよね。はい、気持ちは。まあ、よく知ってるだけに。はい。うん、まあ、そして、今度は第5戦は、バンデハーク投手と、3回までパーフェクトピッチングという形で立ち上がったんですが、はい、ただ、ついに、まあ、筒香選手が、センターバックスクリーンにメジャー級のホームランを。そうですね。はい。まあ、ちょっとあそこで、打たれたことで、こちらがなんか相手を意識しているのが、はい、もっと意識せざるを得なくなってしまったっていうね。はい。特にクリーンナップのところで、はい、意識せざるを得なくなってしまったっていう風になってしまったことが、今度どんどん向こうの打順の巡り合わせを良くしてしまったっていうのが、あったんで、常にこうピンチ、ピンチというね、状況になってしまったので、はい、やっぱりあれ、あの一本っていうのは非常に大きかったですね。はい、本当にこう、見応えのある日本シリーズ第5戦。
ですよね、やっぱりそう簡単にいかないからっていうか、はい、うん、まあ、最終的にはやっぱり本来の、まあ、その利流人っていうか、まあ、沢手のその男気っていうか、そうですね、はい、あれはびっくりしましたけどね、はい、うん、まあ、そしてその11月4日日本一を決めた第6戦が延長11回、うん、さん、サヨナラ勝ちだったんですけど、はい、ありがとうございます、まあ、松田選手のホームラン先制アッチに始まり、はい、ただその後DeNA に3点呼ばれて逆転許し、うん、非常に苦しい中のゲームだったんですけれども、あの松田選手のホームランでもう本当に今日第6戦で決めるんだという雰囲気になったと思うんですけれども、うん、いや、まあなってはいましたけど、はい、まあその次どっちが先に点を取るかっていうところはあったんですけど、はい、やっぱ先に相手にね、はい、点を取られて3点取られたっていうところが、はい、だからこうその中で8回にね、はい、ランナー3塁で、あのピッチャーゴロだったんですけど、あの1点がなんかすごくこう相手にプレッシャーをかけたんじゃないかなっていうふうには思いますね。1点の1点差の、はいはいはい、でもその試合で今永がものすごいピッチングしたね、また8回途中まで11の三振を奪ってわずか2安打に、そうなんです、だからチェンジアップが通用すると思うと、はい、投げてくるんですよね、はい、だからここっていうところでチェンジアップを投げるんで、はい、でそれがちょっとでも頭にやるとまっすぐが全部ファールになったり、はい、空振りになったりしてしまう、だからどっちかで割り切っていけばいいんですけど、はい、やっぱそれをなかなかやっぱりできなかったっていうね、はい、やっぱどうしても勝ちたい、はい、塁に入れたい、はい、点を取りたいって思うと、はい、やっぱりバッターの人っていうのはどうしても見ちゃうんですよね、はい、だから最初から打ちに行けなかったっていうところが、はい、まあ、ちょっといつもの自分たちではないホークスの打線ではなかった、はい、っていうところはありましたね、はいはい、ただ9回に追い詰められたところで内川選手の起死回生の同点アーチが、あれは気持ちっていうか、すごい集中力というか、あ、打った本人がすごかったよね、あれは。はい、多分、抑えの山崎投手の決め球っていうのはやっぱり進化じゃないですか。はい。だからもうあれをなんかひたすら待ってたっていう、うん、あ、そうですか、そう、一歩感じには見えましたね。はい。もう外とかにスライダー来たらごめんなさいで。あ、そうですか。まあ、絶対進化投げて打たしてくるだろうっていうね。はい、なんか多分さすが4番っていうかね、あ、そういうとこの本人は狙ってないっていうかもしれないですけど、まあ僕は間違いなくその球を打とうとして打席に入ったんじゃないかなと思いますよ。一本待ちの、まあ、通信シンカーを突き上げて、はいはい、レフトスタンドに同点が、じゃないとあれゴロ、普通にまっすぐとか、あ、そ、まあ、スライダーも少し意識があったら、ええ、ゴロになると思うんですよね。やっぱりそういう、まあ、絞り切るっていうか、うん、集中力もすごいし、そのミスしないっていうのはすごいよね。そうですね、うん、一発で仕留めた、うん、はい、で、もう聞きたいんだけどさ、サファーって俺2回はあり得ると思ったけど、3イニング目っていうのはもう本人が来たの？いや、興奮してて覚えてないんですけど、あ、工藤監督も、いや、あの本人が興奮してて覚えてないんですけど、僕が2イニング投げた時に、変わろうと言って、うん、そしたら本人が、いや、俺はもう3イニングもいけるぞと言ったんですけど、うん、いや、明日のこともあるし、万が一のことを考えたらって言ったら、もう3イニング目俺は投げたとしても、明日もいけると。うん、大丈夫だって言ってたって、うん、はい、通訳の人に本当に大丈夫かどうか聞いてくれと。うん、いや、興奮してるんで。で、通訳の人は、そんな興奮してた、はい、いや、もう、あの、こうなったら、あの、行かしてあげてくださいって言うから分かったんですって。いや、でも、嬉しいよね。でも、勝った後に、うん、もう、あの、サイニングはこれきりにしてくれって言うので、いやいや、覚えてないのかな、とか思いながら、うん、はい。まあ、でも、すっごい興奮してたんですよ。うん、もう帰った時も、そうですね、手を回して、あ、行くぞみたいな。そうで、当時、自らが、もう、スタンドのファンを煽るように。煽ってましたからね。あの、外国人ピッチャーの性格って、ああいうタイプのピッチャー少ないよね。少ないですね。まあ、ブルペンの中でも、まあ、一番上の方であるっていうのもありますし、やっぱり彼が、ね、2017年は、まあ、本当にこう、もうとにかくサバテに回せばっていうね、ところに、やっぱりみんなの信頼が全然違ってたので、ピッチャー同士の、なんていうんですかね、まあ、話も含めてそうですけど、1年間ずっとね、ブルペンにいて話をしてれば、多分、彼に対する信頼っていうのが、まあ、どんだけ熱くなっているのかっていうのがわかるので、はい、あ。だからやっぱそれも本人も当然感じているところもありますし、シーズン中も、澤手とよくリリーフのことで話をしたりとかしてたんですよ。そうだね。一回、なんかこう、あったよね。うん。まあ、その前にもなんかあった時には話をしようと。うん、やっぱり、まあ、3連投になったり、4連投になったりっていうケースも、うん、あの、昨年は特にそうですけど、うん、先発がどうしてもやっぱりなかなか長いイニングっていうのがなかったので、澤手にかかる負担っていうのが大きくなってた分、澤手とはなるべく話をして、あの、とにかく1年間やってもらうためにどうしたらいいかっていうのは、もう本人も含めてずっと話をしてきて、
まあ、それが、俺がなんとかしなきゃっていう思いが、多分強くなっていったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そして3イニング、坂手投手がゼロに抑え切り、マジ1回の裏に川島選手のサヨナラ、はい、タイムリーで、見事に日本一と。はい、まあ工藤監督は涙で選手を出迎えるというシーンも非常に感動的だったんですけれども。いやーなんか、ええ、最近はなんか涙腺が緩むのかはい。こう感動的なラストっていうのが、はい、なんかすごいね、はい。僕だけじゃないと思うんですけど、ええ、やっぱりみんなもなんかその感極まったっていうかね。はい、そうですね。うん。っていう思いがなんかすごくこう、だから多分みんな苦しかったんだと思うんですよ。はい、そうですね。3連勝から2つ落として。はい。はい、今日負けたりひょっとしたら明日危ないかもしれないっていうのもね、みんな感じてたんですよね。それはサバでも、はい、ベンチにいる人もみんなそうだったと思うんですけど、はい、だから一本のヒットでさよならになった時、はい、あれはね、やっぱり打ったバッター川島だし、うわーやったっていうさ、クロスになるだろうなっていうところが、ボールが跳ね上がりましたので、ベンチがどうかなと思って見てるから、はい、あれはでもあれなんですよ、伏線があるんですよね。はい、あのクライマックスの最初の試合の時に。川島はライトも持ってたんですよ。うん、で、普通のライトフライが飛んで、前に打った時に、ポーンと変な跳ね方をして、後ろに反らしちゃったんですよね。で、それがスリーベースになって手に結びついてっていうのがあって、そっからも川島はね、ずっと一生懸命やってたわけですよ。なるほど。ライト頑張って。で、多分だから彼の野球に対する姿が、やっぱりまあ、野球の神様が見ていて、あそこで、彼をヒーローにしてやろうと。じゃないと跳ねないっすよ。いやね、放送席からね、ちょうど角度がね、見えなかった。上すぎるんですよ。もうちょっと下で見なきゃダメですよ。それはオタクの球場ですよ。僕に言われてもわかりません。僕じゃないので。僕の設計までは。オタクの球場ですよ。いやいやいや、それは僕のせいじゃないと思います。ラミレス監督との、健闘を称え合う、試合終わった後の握手も、感動的でしたし、はい。工藤監督としても本当にこう、思いに残る、日本シリーズ。そうですね。やっぱりなかなかその、あのぐらいまでの激戦って、はい。やっぱそうそうないんじゃないかなっていうね。はい、もう、まあ、選手っていうよりも監督になって、もうこれだけ、一球一打が、重くっていうかね、はい、すごいなんか時が長く感じる日本シリーズって。時は長く感じるけど、工藤公康も、さよならヒット打ってんだもんね。あ、そうですね。日本シリーズで。いや、打ってるんですけど、はい、やってる時って、まあ、言い方悪いですけど、半分無責任じゃないですか。しかも、何だって言ってくれないのみたいな。はい。いや、監督ってそういうわけにいかないでしょ。そりゃそうですよ。はい。だからそういう経験がね。まあ、そういう経験延長戦でさ、それも、はい。そして、広島に行ったという。そうだね。で、広島に行って、僕は、ロッカーに帰って、やったーって帰ってたら、はい、あお疲れ。みんなが冷ややかな目で、なんで広島行って。一応したことによって、広島に行くことになったじゃないか。なんで広島に行って、優勝、向こうの優勝見なきゃいけないんだよって、はい、みんなが話してるのを見て、なんか俺悪いことしたかなっていう。工藤公康投手、現役の時の。現役の時の。はい。それでは、ここからですね、プロ野球を牽引する監督、リーダーの仕事を、伺いたいと思うんですが、監督は日々これチームのことを考えてます、うん、これはもうお正月であっても、はい、今でも365日、うん、休むことはございません、はいはい、勝った日でもなかなかぐっすりとはいかないです。もう次の日のこと、ね、勝った瞬間からもう次の日のこと考えるんで、はいはいはい、解眠会食とはなかなか東郷さんもいかない。そうですね、まあ、特にまあ、悔しい思いっていうか、自分の、まあ、采配とか、はい、まあ、選手の起用で、まあ、失敗もありますから、はい、そういう時っていうのは、やっぱりなかなか出つけないし、はい、やっぱりその反対で、まあ、監督の立場で人には言えないんですけど、気持ちの中で、よし、采配当たった、例えばオーダーでも、ピッチャー交代でも、はい、いろんなところ当たった時は、はい、やっぱり、おいしい酒飲んだりとか、はい、それはやっぱり1年間、起伏っていうのはかなりありますよね。はい、まあ、選手のコンディショニングも、まあ、もちろんソフトバンクも2017年には、まあ、内川選手を変えたり、はい、そして柳田選手もシーズン終盤変えた時期もありましたし、起用を巡らせ方っていうのも、うん、まあ、怪我してしまうのはしょうがないというふうに思うので、その一昨年やっぱり優勝できなかった時って何が一番ダメだったかっていうと、うん、誰かが怪我した時にバックアップの選手をしっかり作れなかったっていう、はあ、なんとかやっぱそこをうまく埋めるように、はい、もしくはこう選手を育ててっていうところを、はい、まあ、中期練習から、はい、まあ、ずっと2016年っていうのはやっていって、はい、で、それが17年うまくいって、うん、怪我人は結構いたんですけど、カバーできる選手たちでうまくやっていけたっていうのは非常に大きかったですね。はい。はい、なるほど。
まあ、続きましてですね、勝利と育成。ただ、育成という面では、はい、東山投手を最多勝ピッチャーへ、まあ、そして千賀投手を侍ジャパンのエースへ、まあ、武田翔太投手もローテーションの大きな軸として。もう手腕は。やっぱり、それはもう、例えばこう、中継ぎから入ったりだとか、そういう計画を持って、はい。やってるっていう能力の高さっていうのはもうピッチャー出身の監督っていうのは大体こう入ってくるからどうやってこう軌道に乗せるかっていうだけの話だと思うんだ。はい、はい、工藤監督はちょっと神妙な文字でいい先輩にいろんなことを教わりましたからね。はい、でも東浜をよくこうなんていうかな、まあ千賀、武田っていうタイプと東浜っていうといろいろ違うから、 その違いの、はい、まあ指導の仕方っていうのも、まあピッチャー出身の監督ならではですよ。はい、これは、まあ、いわゆるその成功体験を植え付けて、そして試練を乗り越えさせて、そして工藤監督がおっしゃってたホップステップジャンプで、3年目に、まあ大エースと言いましょうか、考えて投げられるピッチャーへというお話をされてましたけれども。まあ、まずはしんどい練習させて、はい、で、それが、まあ試合の中で生きてきたかっていうのをやらせると、はい、あれって思うわけですよ。はい、しんどいみんなやりたくないんで、はい、でもやらしてい くと、はい、まあ文句を言いながらでもやります。はい、でやってみたら成績が残りました。はい、でそうするとさあっていう自分でよしと思うんですけど、お前はこんなもんじゃないよと。なるほど。やっぱこうシーズン中から言い続けるわけですよ。でまた周期練習でガーンってやらせる。はい、もっとやってこいよという。はい、で本人もやってきました。はい、でそれがステップの年で。はい、でそれでもやっぱりまだ足りないよって言い続けて、はい、勝ってるけど足りないよって、はい、でそうすると今度シーズン中もやるようになります。はい、でパターンっていうかやっぱり自分の、まあ、ルーティンみたいなのが、そうですね、調整の中でできるようになってきて、はい、でそれがまあ昨年やっと少しこう、はい、バーっとうまくいくようになり、はい、自分のまあルーティンの中でしっかりと調整ができて、いいピッチングができるようになりましたというだけなので、はいはい、だからすごいそのなんですかね、シーズン中も、やっぱりトレーニングっていうのは大事ですよと。はい、で、そうすると、あ、やると良くなるっていうのが見えてくるので、はい、昨年は16勝そうですね、できたんですけど、うん、はい、でも、今年がジャンプの年になるんですけど、はい、東山君の場合は、はい、今年のジャンプっていうのは、いわゆる16勝したのに、じゃあ、今年は20勝ですかって言われるんですけど、同じでいいんですよ。16勝でも、はい、まあ、15勝でも。はい、同じ数字を出すっていうのは、プロの世界ではなかなか難しいので、自分のレベルを上げないと同じ数字が残せない。はい、ということは、同じ数字が残せるようだったら、それはジャンプと等しいというふうに思っているので、まあ、彼にはぜひね、まだまだ、もう一段階か二段階上がってって。例えば15勝か16勝クラスのピッチャーに、ずっと継続していけるかどうかっていうのは、今年にかかってると思うんですよ。クリアしたら。そうですね。やっぱり、2年間投げたそういう疲労度もあるし、はい、どっかそこ好きだとか、はい、油断だとか、生まれるかもわかんないし、はい、今年でこう、行けば、そうするとこの、ランクに入ってくるよね、多分。はい、うん、まあ、この勝利と育成というのは、本当に関東の大きな。いや、今ね、急にさっきから笑ってたんだけど、はい、ずっと、社長さんが。なんで笑ってるんですか。いやいや、ちょっと、練習キャンプだとか、一緒に現役でやってるじゃない。はい。君安若い、はい、渡辺久野も若いし、はい、よく僕はね、外野向かってね、はい、ボールをノックバットで打つんですよ。ええ、走れーって、はい、犬みたいに走れー、ボール止まるまで走れーって、ずっとそれを思い出してて、また暇つぶし、東尾投手の暇つぶしに、はい、しに工藤君安投手と、私の渡辺久信投手が、そう、はい、お付き合い。ガーッと打ってね。お付き合いじゃないです。強制です。はい、強制です。それはもちろん強制です。そうそう、はい。ペットみたいなもんですから。あのね、バーンとね、はい、外野打つわけよ。はい、だ転がっていくわけよ。はい、ーっと、はい。止まったらやり直しだから。あ、止まる前に取らなくちゃいけないんですね。止まる前、もしくはフェンスに当たる前に取る。絶妙なところに。絶妙なわけないじゃないですか。すね、まあ、ただ意地悪だけで。意地悪だけで。早く止まってしまったり、はい、逆に言えばフェンスに当たるぐらいの打っちゃったり、はい、ウリウリウリって帰ってこいとか言うんですよ。いや、何やってんねんみたいな。はい、そうそうそう。急に思い出して、今。そうですか。はい。ただその1987年当時には、東野さんが17関東、工藤投手が23関東。もう17関東ですからね。はい、今いないですよ、誰も、はい。37歳ですよ。はい。それはなんでこう、で晩年37歳でもその17関東できたかというと、はい、工藤公康、渡辺久信、かなりこう、エース級になってきましたから、はいはい、お前らに負けるかっていう、そういう気持ちがあって、はいはい、だから工藤公康とタイトルを取るの競争し合ってましたから。はい。さあ、最後になりますけども、監督の喜びとは、これはもう、まあ、それはやっぱり優勝すること、勝つことですね。はい。
日本一になって、うん、でやっぱりね、はい、ああそうですか。いやそうっすよ、やっぱり勝ったら違いますもん。え、選手の喜ぶ姿というのが監督の喜び。いやもう当然、ね、優勝してね、だから17年のあの西武ドームで優勝が決まった時の、はいはい、2アウトになってベンチの前にみんなが出ていこうとするじゃないですか、はい、まああの時にこうまあ試合に集中もしてたんですけど、パッて見た時にみんながもう、そうですか、国が笑いながらもう、いよいよ当たると一つだと、一個だリーグ優勝だと、はい、あの姿を見た時に、なんかこうガーってこう熱くなって、あそうですか、はい、あこれでやっと優勝できると、うん、はい、だからこうなんかインタビューの時にこうポロって言っちゃったんですけど、感極まったリーグ優勝の時の優勝感のインタビューがありました、あの時の笑顔がもうなんかみんなたまんなくなんか幸せっていうかね、よし優勝だっていう、ね、はい、今までこうぐーっと たまってたっていうかね、2年間たまってたものがね、はい、悔しい思いを、はい、はい、うん、はい、でそれがなんか一気にみんながこうね爆発する瞬間を見た時に、はい、なんかすごい幸せを感じました、ね、うん、まあそれで、なんて言いますかね、はい、まあ優勝によって、レベルっていうか考え方も、練習内容も、レベルアップするし、はい、で、選手もやっぱり成長するっていうか、特にそういう、まあいろんな選手が成長してくれるっていうのは嬉しいですよ。なるほど。レベルが高くなってきますから。そうですね。考えるなところはちょっと違ってくるから、全員がそうなった時っていうのは、ものすごくレベルっていうか、層が厚くなりますよ。それは嬉しいですよ。まあ、2018年シーズンもその数多くの選手の喜ぶ顔を。そうですね。やっぱり17年の優勝があったからこそ、なんかこう、18年ってね。はい。より選手たちが、こう、やるべきことを理解して、はい、しっかり戦ってくれるんじゃないかなっていうふうに思うので、今、東野さんも言われたように、はい、ワンランクこう、レベルの上がったね、野球であったりとか、やっぱり自分たちの、おのおのの仕事をね、はい、しっかりやってくれれば、本当にいい戦いが、はい、はい、皆さん、ファンの方がね、喜んでもらえるような野球ができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。はい、また、2018年シーズンも、はい、素晴らしいシーズンになることを期待していますので、はい、頑張ります。今年も強いだろうな。はい、そうですね、はい。強いって言われるように。いや、もう今から言ってきますよ。今年も強いだろうな。